こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンド院長です。今日はですね、質問箱をいただきまして最近質問箱多いんですけれども好きなアーティストと、楽曲を教えてくださいということで、スタッフ全員分聞いてきましたので、一人ね、ちょっとこれ絶対格好つけちゃったなってやつちょっといるんで、ちょっとそういうのいるんだけど、それちょっと踏まえてちょっと聞いてみてください。どうも、大板です。板さん、はい、今日質問なんですけども、好きなアーティストと、その、一曲、おすすめありますかと。俺は、ずっとね、30まで、デスメタルバンドを やってきたんで、デスメタルって言っても、ちょっとハードコアが入ったりとかね、ミクシャ系なんですけど、なんで、結構ね、コアで皆さん知らないかもしれないんですけど、ゴーストインサイドっていうね、向こうの絶対分かってない最近ね、ツアー中にね、事故起こしちゃって、みんなね、片足なくなっちゃった人とかねいるんですけど、また復活してね、新しい曲めちゃめちゃ、アフターマスですめちゃめちゃいいんで、今ね、そう一曲押すとしたら、そのアフターマスですね。ぜひ皆さんね、熱くなれるんでチェックしてください。さすが痛そうさすがデスメタル。ありがとうございます。こんにちは、俊也です。今日はですね、好きなアーティストと好きな曲があれば知りたいということで、はい、どうですか、俊也先生。これはアーティストですか？アーティストですね。アーティスト。今はほぼね、ユアンドにいる限り。マテンロンベラさん聞いてるんですけどもうプライベートではほぼ聞かないですね。昔だったらもう青春時代はエルレガーデンですね。確かに趣味が好きだ、ね、そこから派生していきましたけど、けど基本はやっぱエルレです、ね、いいですね、はい。そこから細見さんがいいですね。そこがもう僕の音楽の原点ですかね。じゃあ曲だとやっぱそのエルレあたりなのかな。エルレ、どれっていうのは決められないですね。どれもいいですね。もう、今 YouTube あるんでね、うちもやってますけどね、何やればどのアーティストさんでも聴けるんでね、ぜひ聴いてみてくださいと。そんな感じです。ありがとうございます。はい、じゃあゴーさん、はい、好きなアーティストと好きな曲を教えてくださいっていうのが、質問箱できてます。はい、好きなアーティストは、ボイスメンというボーカルグループ
まあ、アメリカのね、モータウンを牽引するようなボーカルグループなんですけれども、まあ、有名な、ね、グループなんですけども、ボイスメというグループが非常にいいです。あのソウルフルで、ハートフルな、まあ、ボーカリスト集団になってます。ぜひ聴いてみてください。で、曲としては「オンベンデンニー」っていう曲があって、もう一回いいですか。オンベンデンニーっていう曲があって、どういう意味ですか。どういう意味だったっけ、から忘れちゃった忘れちゃったよ、聞くなよでもね、あのすごくいい曲です。すごくあの人の温かさっていうのがね、すごく伝わるような曲になってると思います。曲のね、意味は忘れちゃったのに、オンベンデンニー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 、ぜひ聴いてみてください。はい、はい、どうも高井さん、高井先生こんにちは。好きなアーティストと好きな曲は何でしょうということで。そうですね、僕がこれ一番思いつくのは TM レボリューションが、ね、TM レボリューション、はい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 、西川さんが、はいはい、2000年の8月に横浜スタジアムで野外のライブ行ったんですよ、はい、親に両親と一緒に、はいはい、そこから家族でハマって、うんうんうん、聞くようになって、でその時の1曲目の曲がハイプレッシャーだったんです。はいはいはい、はい、体が夏になる。ああ、今の時期ぴったりですね。はいはいはい、それが好きですね。あとはいろいろ J-POP 好きですけど、まあ AKB の握手会に行った話はまた今度。おお、別口でするんですね。いいですかね。わかりました。TM レボリューションが好きです。はい。で、ハイプレッシャーってことですね。はい。そうです。では。こんにちは、アキです。今日はですね、好きなアーティストと好きな曲があれば、まあ1曲ということなんですけれども、どうですか、アキさん。はい、これね、もう難しいんですよ。もうね、今ね、はい、音楽聴かないっすよね。音楽も別に何でもいいやみたいな、流れてりゃ何でもいいやみたいな、はいはい、まあ昔はね、もう X ジャパン一択でしたけれども、ああ、秋田のね、ベジャル系好きでしたからね。そうですね、もう X ジャパン一択でしたね、で、まあ最近だとね、やっぱね、マテンオペラさんね、つながりもできたっていうのもあって聞きますけれども、まあ国内だったらそうですね、邦楽アーティストだったら、まあ、マテンオペラさんが今は好きですかね。で、好きな一曲、特にありません。音楽にそんなに思い出がないんですよ、僕は。なんか、人生変えられるような、なんかなんとかみたいなのって曲ではないんですよ、僕。そうなんですよ。だ、まあ、特にこれといってはありません。はい、まあ、やっぱね、皆さんもマテノオペラさん、聴いてください。ありがとうございます。はい、ということですね。まだね、これを今撮ってる段階でテロップ入れてないんですけど、まあおそらくテロップですごいいじってると思いますけど、一人カッコつけてるの言っちゃったね。カッコつけてるね。洋楽出しちゃった。ああ、カッコつけちゃったね。はい。ということで、まあ、僕はですね、まあ好きなバンドも好きな楽曲もいっぱいいろいろあるんですけど、好きなバンドって言えばもうバンプオブチキンが一番好き。マテンロオペラはもう同じチームメイトみたいなもんなんで、ちょっとそういうのとまたちょっと違うんですよね。一緒にっていうか、まあ一緒にっておかしいけど、なんか武道館目指したいとか、いろんな人に知ってもらいたいっていう、もうちょっと内側の気持ちなんでね、またちょっと違うんですよね。もともとずっと好きなのがバンプオブチキンで、でね、あのオービタルピリオドってアルバムが僕一番好きなんですよ。あのボーカルの藤君が書いたあの絵本がついてるんですけど、あれの一番最後の曲で、アローズっていうのがあって、まあ公式の YouTube は出てないですけど、まあ違法のだったらありましたけどね。バンプオブチキンのアローズっていうのが一番好きで、まあ、内容がいろいろ考えさせられるんですよ。どうとでも取れるみたいな。はい。なんかあれがね、結構ね、こう、胸に残るというか引っかかるというか、あの、代々木じゃねえや、埼玉のスーパーアリーナのライブ行った時に、そこの歌詞をちょこっといじって歌われた時に、心つかまれたね。つかまれました、だいぶ。はい。あれね、ぜひ聴いてみてください。まあ、その、ちょっと申し訳ないけど、違法のしか上がってないですけど、まあ、聴いてほしい。好きなね、曲の傾向としてはね、その、本来は、あの、疾走感のある、こう、バーッと広がってくるような曲が好きで、ボンジョビのブラッド・オン・ブラッドっていうのは結構好きなんですよ。ボンジョビが
中学生ぐらいの時ですかね、来日してライブをテレビ中継してて、その時に聴いて、まあ、その後、まあ、それニュージャージーってアルバムに入ってるんですけど、そのアルバムを買ったのかな、借りてテープに落としたの、擦り切れるぐらい聴きましたけどね。はい、マテンロオペラだとね、そのボヤージュっていう曲、最近ね、なんかこう僕のさ、この YouTube のさ、編集してるアプリで広告を 見るから無料なんだけど、別に有料でもいいんだけどね、使いやすいから、そのアプリで出てた、アーニーフロッグスっていうバンドのアルナイルかなっていう曲かな、まあ、そういう感じでね、バーッとこう広がっていく疾走感のあるような曲にね、空を飛んでるような気分になるんですよね。そういう曲すごい好きですね。そんな感じです。でもね、バンプオブチキン、そのアローズすごい大好きなんだけど、気分で変わるんですよ。バンプファンの人よく言うんだけど、その時の気分で結構曲変わって、まあ、ただまあブレないのがそのアローズと、あとこうユアンドのテーマソングって言ってる、ロストマン、これはちゃんと公式が最近出したやつあるんで、ちょこれ貼っときますね。と人生のテーマソングって言ってるのがステージオブザグラウンドっていう、はい、これまあそれもあるんでちょっと貼っときますんで、ぜひよかったら聴いてみてくださいってことです。まあ、音楽の好きになったきっかけはマイケル・ジャクソンだったんだけどね、うん、そうですね。ミスター・ビッグも好きなんですけどね、シックスティーズ・マインドっていうね、イントロが始まるとドキドキしちゃうんですよ。そんな感じです。まあ、参考になったでしょうか。まあちょっと公式のがあれば概要欄の方に、まあ、他のスタッフのね、委託のとかあんのかな、まあ貼っときますんで、はい、ぜひ概要欄も見てね、ぜひ聞いてみてください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。